こんにちはコルスヤード代表の沢木健二ですコルスヤードは岐阜県の山の中で紙作りをしたりその紙を使った製品作り施工やサービスを行ったり折り紙の設計などを行っている工房ですこのチャンネルでは紙のこと手仕事のこと伝統工芸のこと折り紙のこと山や川のこと動物のことなどについて紹介していきたいと思います今回のテーマは和紙って何です 和紙って言葉皆さん聞いたことありますよねでも皆さん和紙って何だか知っていますか自由研究や工作で牛乳パックで作ったハガキを思い出した方もいらっしゃるかもしれません紙が好きな人歴史や日本のことが好きな人はたまたそうでない人もそれぞれに思い浮かべた和紙ってこんなやつっていう定義みたいなものがあるかもしれませんですが実はほとんどの方 本当のところはよく知らないのではないかなと思います手で作る紙違いますそうかもしれませんしそうとも限りません僕は仕事柄初対面の人に和紙っていいよねとか和紙好きですって言われることがよくありますでも実はその度にちょっともやっとしてきたんですねもちろん好意的に言ってくれているのは分かっていますでも和紙ってどれのことどんな紙のことっていうのが本音です では改めて紙の専門店や文具屋さんにも百均にもそしてコンビニにだって和紙っってて書いいたた商品が売っていたりしますそれくらい特に珍しくもない和紙というものですがこれまでさまざまな方たちと接する中で紙のことが好きな人たちでも実はほとんどの方が和紙って何なのかを知らないんじゃないのかなと感じてきました。 今回お話しする内容は、たまにお招きいただく講演などでもお話ししている内容ですが、紙を作る立場から、和紙って何なのか、どういった紙なのか、それって実は業界の闇じゃないの、と思われるようなことにも触れながら、できるだけわかりやすくお話ししていこうと思います。紙が好きな方、伝統工芸が好きな方、手仕事が好きな方、日本の文化や本物ということに絶対のこだわりがあるという方、和紙使ってるよっていう方、 和紙使ってみたいんだよねという方ぜひ最後までご覧になってもらえたら嬉しいですそれではまずちょっと考えてみてください和紙という言葉から和を取ります紙ですね紙って何でしょうかそんなの知ってるよと思われましたかこれは多くの方の認識が共通か近いんじゃないかなと思います簡単に言うと紙というのは 植物の繊維、木の繊維でできた薄っぺらいシートのことですねちなみに植物ではなくてプラスチックのような石油由来の樹脂でできたシートの場合はフィルムやビニールなどと呼ばれたりします対して植物の繊維でできたシートが紙と呼ばれますでも植物繊維からできたシート薄っぺらいものって他にもありますよねわかりますでしょうか多くの皆さん今身に着けてると思います はい布です。こういう布ですね現在は化学繊維でできた布も多いですがちなみにコルソヤードのユニフォームはポリエステルでした。でもとりあえず木綿という植物繊維の布が日本では長い歴史の中でとても多く使用されてきました。では皆さん布と紙の違いは分かりますでしょうかどちらも繊維でできています わからないという人でも着ているものやお手持ちのものに目を凝らせば見えてくると思います。布は糸を交互に編んでできています。糸というのは繊維をより合わせて紡いだものです。その糸を平面上に編み上げていくことを織ると言いますね。簡単に言うと繊維を糸にしてから平面にしたものが布です。 紙はそうではありません。植物繊維を糸にしないで、直接積層して繊維同士をくっつけてシートにしたものです。これが紙なんですね。よく似た構造のものにフェルトや不織布というものがありますが、これは今回は割愛します。気になる人は検索してみてくださいね。はい、それでは紙の話に戻ります。紙の原料である植物繊維のことを何と呼ぶかは聞いたことがあると思います。 はい、パルプと言いますティッシュペーパーやトイレットペーパーの袋にも書いてありますしご存知かと思いますこのパルプというのは木の幹を砕いて繊維質を集めたものです日本はとても紙を多く使う国です海外の熱帯雨林を伐採して大量消費し環境破壊につながっているというような話も聞いたことがあると思います紙が木の繊維を積層させたものだということを 再確認していただけましたでしょうかそれではここから紙から和紙の話に入っていきましょう和紙っていつ頃から使われるようになった言葉かご存知でしょうか平安時代江戸時代いえいえもっと最近です産業としての機械製紙技術が西洋から日本に入ってきたのは明治時代と言われています そしてこの技術でパルプを原料として大量に作られるようになった紙。これが西洋の紙なので、用紙と呼ばれるようになりました。反対に、それまで日本ではただ紙と呼ばれてきたもの、日本国内で作られていた紙、それを和紙と呼ぶようになったそうです。輸入技術のパルプを使った機械製紙と区別するためにできた言葉だと言われています。 じゃあそれまで日本で紙と呼ばれていたものはどんなものということですがまずは原料を見てみましょうこれは木の幹を砕いたパルプではなく植物の皮部分ここから取れる強靭な繊維を用いてきましたこれは人皮繊維と呼ばれていますそして製法はもちろん機械ではなく手で1枚ずつすきます。機械製紙技術が輸入される前なので 手でで作るししかありませんでした機械だとベルトコンベヤーみたいな感じで長く長く作るのでロール状に作られていますね皆さんテレビなどでご覧になったことがある紙をすく和紙をすくと言われる工程ってこんな感じじゃないでしょうか。ロールではなく1枚ずつ1枚ずつ手ですきます。 はい、ここでさらっと出てきた「好き」とか「すく」っていう言葉ですがこれについてはまた別の動画で解説していきたいと思います。はい、とりあえずこれが明治時代までパルプと機械製紙技術が日本に輸入される前まで紙と呼ばれてきたものです。和紙っっててななんだか分かかわたようう。気がししまますすね。はい、はい、い、りやく比べみょ用 原料はパルプ木の幹を砕いて作ったもの製法は機械となります対して和紙こちらは原料は人皮繊維植物の皮からほぐして作ったもの製法は手ということになりますこれを聞いて和紙って定義知ってたよという人ももしかしたらいるかもしれませんところがこれは 明治時代の和紙です明治時代です過去形なんですね和紙という言葉が生まれた経緯から考えるとこの定義が和紙だと思われるかもしれませんが今は違います人の手がかかるということはものすごい人件費がかかりますそれまでの時代に手で作った紙というのはそれは漆器漆の製品のことですね漆器や絹 掃除機、木工などの手工芸と比べても遜色のないほどに高価なものだったそうですもちろん紙の種類にもよるとは思いますが例えば家1軒分の障子を張り替える場合その紙の費用は一般庶民では数ヶ月分の収入に相当したとも言われていますこれが当時までの日本の紙ですそれではここから現代の和紙について踏み込んでいきます 今現在和紙と書かれて販売されている紙あるいは和紙製品といって販売されているものそのほとんどいいいやももっとだとだ思まますすそれれくららは機械で作られているものになります人皮繊維を使用している場合もありますがパルプを原料にしていることも多いです。 そしてその紙は大量のエネルギーや薬品などを使い効率よく大量に生産する紙のことです。さっきの話だとそれって用紙ですよね。でも和紙なんです。良いか悪いかあるいは合っているか間違っているかではなく市場の事実としてそれは和紙として販売されています。日本中で和紙あるいは三チメとくっついてまるまる和紙。 と表記されて売っています。まるまるという部分、僕のいる岐阜県の産地だと美濃和紙なんて言ったりします。でも、明治時代にできた言葉の和紙とは違います。どうして違っているのか、和紙の定義が変わってしまったのか、という理由は、それはおそらく和紙という言葉の価値だと考えられます。和紙って言うと養子よりも高く売れるから。 ですねこれは当然です用紙は安く大量生産するために入ってきた技術ですでも国内に機械製紙メーカーが増えまた中間の流通や販売するお店でも市場競争が起こってくると安く大量だけではなく自社の製品や取扱い製品に付加価値をつけて効果による必要も出てきたわけですそこで手で作った紙に似せた和風の紙 和紙風の紙とも言い換えられますね昭和の頃にはこれも和紙と呼ばれて普通に売られるようになっていました繰り返しますが良いか悪いか合っているか間違っているかということではなく歴史の流れでこれも和紙として流通しているのが事実です事実は事実なので受け入れなければならないのですがところが悲しいことにこれまで 和紙に興味がなかった方々のお話を聞くと和紙って手で作っていると思っていたと言われることが多いですまあそこまで気にしていない人も多いですけどね手で紙をすいている職人の写真が飾られている和紙店あるいはそんな紙屋さんや文具店の和紙販売コーナーって時々ありますでも手すき風景の写真の下に機械製紙の和紙が並べられているのは 結構普通です。まあ、写真はイメージですっていうやつなんだと思います。売っている人たちもよく知らない場合も多いようです。なんかちょっとあれいいのって思う人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、そしてまだまだその他の和紙も売られているんです。輸入した手すきの和紙、輸入した機械製の和紙、これも普通に売っています。インターネットでも店頭でもです。 あとは不織布っていう素材に和紙って書いてあることもグラスファイバー、これはガラス繊維のことですねに和紙って書いて売られているのも見たことがありますまあ、もはや何だかわからなくなってきましたがじゃあそのよくわからない和紙たちの共通点って何だろうって考えてみるとやっぱり基本は和風ということなんでしょうね和風の紙って何だろうって思うと一番は多分 繊維感なんじゃないかと思います繊維感というのはちぎったときにケバケバしているような毛足の長い繊維を感じることができるやつですね多分ご覧になってくださっている皆様もああなるほどって思いますよねあとは色味なんかも和風なんだと思います色味というと純白のような白ではなくてきなりというようなちょっと黄ばんだような色だったり くんだような色だと和風っていう感じがしますね。これが今現在市場で実際に売られている和紙です。ややこしくなってきましたね。ややこしくなってきたので、そこである程度和紙に関わる人や、和紙を使う人たちが用いる和紙の中でも、手で作ったものに対して、ある程度区別するための言葉があります。それが手すき和紙です。このユニフォーム ですねこの辺書いてあります手すき和紙ですはい手すき和紙という言葉を聞いて多くの人特に紙や日本のものが好きな人たち明治時代以前の和紙というものにある程度親しみのある方が思い浮かべたりおっしゃってくださるキーワードがあります柔らかい強い美しいオーガニックというような感じです その元々の理由は人皮繊維で作るからなんだと思います人皮繊維というのは木の幹を守り支えるための皮そのための強靭な繊維です細長くしなやかでとても丈夫で長持ちしますオーガニックだと言ってもらえるのは人皮繊維を取り出すための原材料植物は森林伐採ということをしなくてもよいということそして採取した植物を加工したり 紙を作り出すために石油などの大量の熱エネルギーや多くの薬品を使用しなくてもよいということからだと思います。そう聞くと、手すき和紙って結構いいもののような気がしてきますよね。手すき和紙って書いてあるのを買えば、昔の明治時代より前の日本の紙と同じなんだと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、でも残念ながら 今の手すき和紙はその頃の紙とは違います手すき和紙と呼ばれる紙の中だけでも幅広くいろいろな紙があります例えばパルプ原料で作る手すき和紙すでにほぐしてあるパルプ原料を仕入れて使えばすいて干すだけで一日か二日で紙が完成しますこれは手すきだけど原料は機械製の紙と同じですね でもこの紙は手すき和紙として売られています。そして歴史的に主な原料として使われてきたコウゾ、ミツマタ、ガンといった植物の人皮繊維原料を使用した紙。乾燥原料の状態から紙作りをすると数日から10日以上かかってようやく紙が完成します。原料の栽培から行うと年単位の仕事っていう風になります。ちなみに乾燥原料というのは こんなものです見えますかこれは甲蔵という植物ですこれは昔の日本の紙明治時代より前に近いような紙ができますね当然これは手すき和紙として売られていますところが人皮繊維を使って手ですいていても その紙作りの手法や内容というのは様々です昭和の時代以降には効率化のために多くの機械を手すき和紙の職人たちは導入していますどの工程に手間をかけてどの工程を機械化して省力化しているのかというのは職人や工房によってそれぞれです出来上がる紙の性質も変わってきますそして機械だけではありません 昭和の時代以降は省力化のためにとても多くの薬品を導入しています。この薬品の中には環境負荷が高くて生物に有害であるということが分かっている薬品もあります。クレゾールやホルマリンといった保存殺菌剤です。手助和紙の製造現場では驚くほど多くの職人たちが今も使用しています。当然その有害な物質は紙にも染み込んでいます。 また、人皮繊維原料は昔は日本国内で栽培されたものだけでしたが今は海外で栽培されたものを安価に仕入れることもできます。植物ですから輸入するときには海上コンテナで運ばれてきて強い殺菌消毒が行われ港から入ってきます。せっかくいいイメージのある手すき和紙なのにちょっとオーガニックとは程遠い話になってきましたがこれも事実です。 このように同じ手すき和紙と呼ばれる紙でも薬品や工程などとても多岐にわたります僕の工房ここコルソヤードでも過去にはクレゾールを使用していましたでも今は使っていませんどんな薬品どんな機械どんな原料を使用して紙を作っているかすべて公開していますその理由はある時知り合いの職人から聞いたエピソードがきっかけです 体や環境に優しいからと手すき和紙の障子を貼ったら、シックハウスの子供がアレルギーが悪化したという事例を知っているか、というふうにその方から言われました。それはクレゾールなどの強い薬品を使っている紙だ、という話でした。教えてくれたその職人さんは、保存殺菌剤は使用しないで、小学生たちに紙作りを教えている職人さんです。 沢木君のところで今も使っているならやめた方がいいと警告してくださいましたそれではっとししして使用を停止しました例えばホホルルルママリン、ホルマールディヒドと言われるものですねこれが環境破壊や健康被害を引き起こすというのはとても有名な話ですがクレゾールというのも揮発性が高く近年では有害大気汚染物質に指定されるようになったそうです。コルソヤドでも以前は アトピーやアレルギーやシックハウス症候群の元になるものを紙に展開していたようなものでした。はい、話を戻しますね。それでは本題である和紙って何ですが、ここでお伝えします。答えは定義はありません。です。誰かが和紙と名前をつけたもの、それが和紙です。これが現実に流通している和紙です。 えって感じでしょうか要するに何でもありなんですそれぞれに和紙という言葉の規格や定義を決めている団体組織は存在しますまるまる和紙といった産地ごとにもそういったものは定められていたりもしますただし実際の流通販売されているものとは整合性がありません現実として製造元卸売業者加工業者販売店 それぞれ誰かがどこかで和紙と名付けるとその紙そのシートはその瞬間から和紙になりますここで繰り返しますが良いか悪いか合っているか間違っているかということではなくこれは単なる事実ですわかりやすくお伝えすると最初に言いましたがなんかちょっともやっとする答えですよねここまで見てくださった方はある程度和紙に興味のある方だと思います 産地偽装や景品表示に違反しているんじゃないのと思うようなこともたくさんあります食品だったらもっと厳しく見られているとは思いますがこれが手仕事を取り巻く現実です実はこういった話は和紙だけじゃなくて漆や染物をはじめとしたその他の工芸でもよくある話です今後はそうした他の工芸でも掘り下げたお話を専門家の方たちと一緒にしてみたいなというふうに思っています ここまでの話を聞いてじゃあどうやって和紙を選べばいいのって思ってくださる方もいらっしゃると思いますその場合何に注意したらよいかということをお伝えしますまずどんなものが欲しいかということによってそれは変わると思います見た目や雰囲気やコストを重視して買いたい場合それはこれまで通りでいいと思います急に何かが変わるわけではありません 例えば僕もある程度のこだわりを持って紙作りを行っていますので和風の紙というのはほとんど購入することはありませんが生活の身の回りの品使っている紙が全て自分で作った紙かというともちろんそうではありません。和紙ではありませんが例えばコピー用紙を選ぶときにその紙にどんな薬品が使われているのかどんな原料なのかというようなことまではさすがに調べないで使っています。まあ、そんなな人はあままりいいいかと思いますけれども 僕が選ぶとは、まあ、安くて紙詰まりしなななければいいかなといかううような感じですでも例えば本当にこだわって紙を使いたい時和紙を使いたい時日本の歴史や素材文化が好きだとか人や自然に優しいものが使いたいとか大切な人に贈るものだとか結婚式や特別なシーンとか生まれたての子供が触れても安全で口にしても安心なものが欲しいとか作品作りをしたいので とことんこだわった紙が使いたいとかですねそんな時は誰がどんな製法でどんな薬品を使って作った紙なのか調べてから購入したりオーダーしたりしてくださいまあ、これって最近だともう野菜を買うときになんか結構当たり前になってますよね野菜売り場でもその野菜を育てた農家さんの顔写真が貼ってあったりとか どんな農薬を使ったとかいやいや農薬が何も使ってないんだっていうようなことが表記してあったりするものを選んで買うという方ももういらっしゃると思いますここではコルソヤドの紙だけを買えというようなことではありませんもちろん買ってくれたら嬉しいですでも大切なのはあなたが手にしようとしている紙はどんな紙なのかということですお伝えしたいのはトレーサビリティがあるのかどうか気にしてほしいということです 調べるときに気にするポイントですが手すきでも機械製紙でも構いませんがまず人や工場などのメーカーがきちんと表記されていることそうでないものはこだわって使いたいというときには避けたほうが無難じゃないかなと思います例えば国産とかまるまる和紙といった産地名だけが書いてあるものなぜ製造者が書いてないんでしょうかまずそういったことに疑問を持ってもらえると 少しずつ見えてくるものがあるんじゃないかなと思いますさっきも触れましたが輸入した紙に和紙と書いてあることは一般的ですしその紙に日本の産地名まで書いて販売してあることもあります次に加工商品の場合も注意が必要です和紙の〇〇とか原材料和紙みたいなやつです例えば和紙のタオルとか和紙のシャツとか和紙のウィッグとか 和紙の靴下とか市場には結構いろいろあります誰がどうやって作った和紙なんでしょうわ、まあ、からない場合はとりあえずこだわりたいときは除外しておきましょう普通に考えれば今の時代人が手で作った高価なものを販売するなら手作りということ自体が付加価値ですどこかに誰が作ったのかどんな人が作ったのか表記されているんじゃないでしょうか じゃあ有名な職人の名前が書いてあれば良いのかということですがその方が確かに少しいいですところが残念なことに店頭に置かれていて有名な職人の名前が書いてある紙でも流通業者によって偽造されているものも目にしたことがあります過去にはその職人さんの楽観まで偽造されたものが売られているのを見たことがあります販売店の人もそれを信じて売っているのかもしれません 仮に有名な職人のついたもので間違いなかったとしてもその職人の使用している薬品や製法は事実なのか本当のことが公開されているのかということもあります例えばその職人さんが有名で信頼できそうな大きな団体組織に所属していたらいいんでしょうか組織の情報がインターネットで検索できればいいでしょうか紙のような工芸だと 国指定の伝統工芸品や重要無形文化財、あるいはユネスコが採択した無形文化遺産登録されている製法などというものがあります。でも、それでも安全だとは限りません。ホルマリンを使用して、その廃液を川に流してついている製法が、その薬品のことにあふれないで登録されていたりします。食品であれば、例えば遺伝子組み換えでないというようなことが表記されていると思いますが、 紙でも品質表示を気にしてみてみください昭和の時代より当たり前のようにホルマリンやクレゾールを使って行ってきた製法だったりするとそのことについて深く考えたこともないというような職人さんも多いように感じています。例えば保存殺菌剤を使用している工房に行くと薬品の匂いがツーンとしてきます品質表示がしっかりと行われていないとか使用薬品自体を表記していない というような場合は注意が必要ですしっかりとした製造元であれば今の時代は製法や使用薬品、使用機械などをウェブや SNS でも表記していると思います結論から言うと最終的にはそういった職人の紙を買う信頼できる職人や工場に紙作りを依頼するということだと思います機械製紙技術がダメとか化学薬品全部がダメというわけではありません 手好きなのにホルマリンを皮に流して紙作りをする職人もいれば機械製紙メーカーでも一般ユーザーの方々を受け入れて説明や見学会を行い、どのような製法かどのような思いで紙を作っているのかということまで語ってくれるようなところもあります。紙に限らず、昔ながらの製法に近づけば近づくほど手仕事になります。製造には途方もなく時間と手間がかかるためとても高価になります。 現代において正しく原価計算を行うと最低賃金程度の給料を手にするだけでも紙一枚が数千円から数万円になることもあります先にも触れましたが本来とても高価なものです費用やこだわりたい内容を考えながら誰あるいはどの製紙工場でどうやって作られた紙かを知って選んでいただくことがとても重要です 本当に大切な場面で使いたいときはよく考えて紙を選んだり紙作りを依頼してほしいと思いますもちろんコロセヤドではそんな紙の相談ものづくりの相談を受けたまわっていますそれでは長くなりましたが和紙って何というお話でした答えは何でもありでしたぜひ和紙だけではなくその他のものづくりや工芸も気にしてみてくださいこの話が興味深かった人は ぜひグッドボタンをお願いしますチャンネル登録をしてもらえるととても嬉しいですこれからも紙のこと、手仕事のこと、伝統工芸のこと折り紙のことや山や川のこと、動物のことなどをお伝えしていきたいと思いますそれでは最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました